ショールームショールーム韓国トヨタ自動車はトヨタ自動車の韓国における総輸入販売代理店である。2000年3月に現地法人設立後、まずは2001年にレクサスブランドを立ち上げたが、しばらくの間トヨタブランドは関税や韓国の政策的な問題もあり輸入されていなかった。しかし日産や三菱、 ホンダなど日本からの輸入車市場が急成長を見せる、韓国において多様化しているユーザーのニーズに応えるべく、レクサスに加えて、トヨタブランド導入に踏み切り、2009年10月20日に各ショールームでの営業を開始。2015年5月現在、国内20カ所の販売拠点を持つ、韓国の放棄にのっとり、 2012年までの各モデルまでは LED ヘッドライトは装着されていなかったが2012年に解禁となり順次フルモデルチェンジや改良時等で装着された2020年7月現在取扱中の車種後期型の15インチアルミホイール車のみの導入2020年7月現在すべてが日本からの輸入である取扱中の車種取扱終了の車種 編集韓国トヨタが設立されるはるか前、1996年、韓国政府が日本製乗用車の輸入を許可していなかった頃、トヨタ通商が在韓日系企業及び日本大使館向けに米国製アバロニアカムリを試験的に輸入、販売したことがあった。韓国トヨタはトヨタブランドの導入を機に新たな社会貢献活動を開始。 最初の取り組みとして2010年により、韓国全土の初等学校低学年を対象とした、トヨタ交通安全学校を実施。2010年、設立10周年を機に、新たな活動として、スマイルトゥギャザーキャンペーンを実施すると発表。すべての方に快適な移動の自由を提供するという、トヨタの理念のもと、社会福祉団体に対し、ハイエース福祉車両2台の無償レンタルを開始した。 ありがとうございます。